陸上自衛隊による国内最大規模の実弾演習、富士総合火力演習が今年も御殿場市の東富士演習場で行われました。今年の総合火力演習には自衛隊員およそ2400人が参加、島の防衛を想定し戦車、装甲車およそ80両、航空機およそ20機などが投入されました。このうち一級式装輪155ミリ榴弾砲は全国への配備を前に初めて登場しました。演習では今年から宇宙空間の利用やサイバー戦もシナリオに盛り込まれ、岩谷武史防衛大臣やおよそ2万3500人の観客が見守る中、最新の防衛体制が披露されました。今日の演習では去年とほぼ同じおよそ35トン、5億5000万円相当の弾薬が使われました。